風が少しスタンドにかかるようになってきていまして、今はスタートライン方向に向けて右横風となっています。緩やかな右横風、そして気温は33度です。ただいまから3つ目の陣営新戦第11レースを行います。メンバーは1号艇森永純、2号艇民生高春、3号艇田中太一郎、4号艇北川俊博、5号艇楠原翔太、6号艇福本忠春、以上の6名です。1二三4号6枠なりの待機です。1号艇の森永純、ここまで素晴らしい成績ですが、足自体はそこまで良くないということです。しかし好調の波に乗っていきたいところ。2号艇の民生高春2コース、展示タイムは飛び抜けています。またしっかりと調整を合わせて足を仕上げてきました。ここまで4勝マーク。3号艇の田中太一郎3コース、スタートの足、そして回ってからの足が上昇してきた模様です。引っ張って4号艇の北川俊博、今シリーズは6コースまくり5コースまくり、素晴らしい見せ場を披露しています。ここもスタート注目となります。ダッシュ角4コース、5コースは5号艇の楠原翔太、その隣につけて回り足だけはいいということです。6コースは6号艇の福本忠春、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました第11レース、内側2艇が好スタート、1号艇と2号艇、そしてスリット側4号艇少し出ますが、一周1マークは1号艇の森永インから回り、2号艇の民生の差しは入っていきそう、懐は4号艇の北側差していきました。向こう上面、今は先頭1号艇の森永純残しました。スタートは前提正常でした。1号艇の森永純逃げています。そして一艇身後ろが2号艇の民生、3番手は4号艇の北側です。一周2マーク、1号艇の森永トップで回って2号艇の民生握って回りますが、ここは2番手の位置です。先頭は振り切りました。1号艇の森永純、3艇身4艇身と空きまして、2号艇の民生高春は2番手、その懐1艇身差から4号艇の北川俊博、レースは2周目に入っています。2周1マーク、トップ1号艇の森永、2番手は4号艇の北川が先に回りました。指していく2号艇の民生高春です。しかし4号艇も残していまして、2番と4番は並走になっています。2号艇の民生がインコース、そしてアウトが4号艇の北川俊博、この2人の2番手争いが注目で2周2マーク、先頭は抜け出して1号艇の森永、そして2番手2号艇の民生、ここで振り切ります。攻めきれず4号艇の北川3番手に交代しました。上位の体系1番2番4番とまた戻って、レースはこれから最終周回です。水が空き4番手以降は3号艇の田中太一郎、5号艇の楠原翔太5番手、最高峰は6号艇の福本忠春です。最後のバック1号艇の森永純、しっかりと押し切っていきました。そして2号艇の民生高春、2番手振り切って3番手4号艇の北川俊博です。体型は1-2-4、この3連単のオッズ 7.2 倍を示しています。4番手以降もばらけていまして、3号艇の田中、5号艇の楠原、最高峰は6号艇の福本、ラストコーナー1号艇、2号艇、4号艇と折り返し、第11レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、2番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、ラスト6番ゴールインです。